この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。さあ北澤さん、この試合どの選手に注目していますか？トニー・クロースですね。長いパス短いパスどちらもシュート、素晴らしいボールコントロール、ゴールに吸い込まれるようなシュートでしたね。そうですね、今みたいなボールの軌道は得意な形ですよね。ここからこういう風にシュートを打ったら入るっていう自信たっぷりのシュートだったと思うんですよね。イメージ通りじゃないでしょうかね。今日先制はこの早い時間でした。いやリードしたってことも大きいですけども、やはりそれ以上に時間帯がいいですよ ね。ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということでしょうね、はい、主導権を握る意味では大きなゴールになりましたよね。ここで丁寧にコントロール、チャンスになる。さあ繋がるか、シュート、どうか、ドイツ。いやこれは北澤さん、いやこれはまたすぐに追いついちゃいましたよね。今日は動きのあるゲームになってますよね。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたのでこういうゴールが生まれましたよね。ドイツ同点に持ち込みました。得点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、そこをついてよく決めましたね。はい、フリーだ、来た、どうだ、シュート。いや今のは本能で飛びましたよね。まさに獣のような瞬発力ですよね。ゴレツカ、スルーパスを狙う、ニャブリ、前田、上田、さあ久保、柔らかいボール、一気に前線にボールを送る、中山、稲垣へ、谷口、久保、縦へのボール、ニャブリ、ミュラー、前田、裏へのスルーパス、さあ右へ預けて、ここで丁寧にボールを扱う、抜ければチャンス、一旦前を取る、危ない、シュート、いやー素晴らしい反応でした。ノイヤ、いやいい反応ですよね。ファインセーブですよね。これは
このピンチよく防ぎました。ノイヤー短く出す。さあガルクリア。このピンチをなんとか出します。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。1対1の同点で前半終わりました。振り返ってどうでしょう。お互いの持ち味を発揮した45分間でしたね。見どころも非常に多かったですし、後半も期待できると思いますよ。前半戦って1対1同点で折り返しています。後半キックオフ。ホーム側としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるか、ということじゃないでしょうかね。なるほど。さあミュラー、こっちだ。おお。上田裏のスペースを狙う。このクリアボール拾いたい。シュート。オナユ、あと少し。今のは惜しいシーンでした。キミヒ裏のスペースを狙う。スペースを狙う。足元大事に行きます。ゴレツカ、ゴレツカから右サイド、クロス、クリアです。稲垣、チームに合流した時よりも実力が確実に伸びてきてますよね。そうですね、まあこのチームに来てから成長しましたよね。存在感のある選手になりましたよね。田中、ニャブリ、トニクロース、トニクロースからミューラー打つか。さあシュートまでいけるか。ロビンゴセンス、ボールを下げてリズムを作るか。カイハフェルツ、ミューラー、この試合アシストを記録しています。ボールの奪い合い激しいものがあります。ミドル、ドイツ絶好のチャンス、ものにできません。いや緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね、今日のゲームは。ミューラー、彼の前の選手は北澤さん、みんな動きがいいですね。パスを出す方もやりやすいんじゃないでしょうか。視野が広い選手ですからね、周りの動きをしっかり把握してますよね。久保、北澤さん、盛り上がりを見せているこのゲーム、現在この終盤で同点ですがいかがですか。そうですね、どっちが勝ってもおかしくない内容ですよね。この終盤で踏ん張った方にまだチャンスが来そうですけどもね。裏へ届くか。ギュンドーワンからミューラー、ボール入るか。ミューラーからギュンドーワン、ギュンドーワンからクロスボール、谷しっかりと抑えました。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。ここで笛です。1対1同点のまま試合を終えました。
北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。両チームがお互いの持ち味をしっかり出していましたよね。目を見張る場面なんかもいくつかありましたから、引き分けとはいえ見応えのある試合内容でしたよね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。1対1ドローとなりました。